はい、えー、こんにちは、豊田のともです。えー、今回はですね、えー、緊急で、えー、ちょっと動画を撮ってますが、A バランスですね、えー、3856なんですが、まぁ、あ、決のですね、延期ということで、えーまあ、21日にですね、延期を、延期をしますよっていうところを、をこれをですね、発表していたんですけれども、今日のですね、取引終了後に、ま決、あ、算のね、発表を18日にしますと、要は明日ですね、 え、明日にしますよというところで、え、まあ前倒しってことですね。延期をしたのに前倒しっていうところで、なんだこの会社っていうところで、まあ、あみんななんかあんま嫌いな会社なんだろうなというふうには思ってるんですけども、まあ、とりあえずですね、ちょっと下まで連れて行かれてしまった人間としてはですね、まあ、いくらかでも上がってくれればというところで、まあ、t s 今見てみますと、 6699円ということで、えーまあ、今日の、ね、終値からはプラス779円というところで、えーまあ、なっているというところですね。 まあいろいろ、他のね、YouTuber さんの動画ですとか、あの、Twitter のね、えー、やつとか、いろいろ僕もね、あの、情報を普段撮ってるんですけども、まあ結構ネガティブな話題がすごい多いかなと思っていて、まあ僕もそれはですね、ある程度、あの、理解をした上で、まあエントリーはしていたっていうところなんですけども、まあ僕はあんまりですね、個別株を掘り下げるというよりはですね、やっぱ値、ね、動きがしっかりとしていて上昇しそうな銘柄っていうのを、えー、デイトレで入るっていうのが基本的な、あの、トレードスタイルなんで、 まあたまたまですね、ちょっとストップ安に巻き込まれて連れていかれてはしまったんですけれども、まあ、これもんええかなというところで、まあ、ちょっと最後まで付き合っていこうかなと思ってますので、まあ、明日の決算は、まあ、非常に良いものであることは、まあ、ほぼほぼ大丈夫なんじゃないかなと思いますね。まあ、これで粉飾決算とかだったらね、とんでもないなというふうに思うわけですけれども、まあ、それだったらね、ちょっとこの数日の延期っていうのはちょっと考えにくいかなとは思うんですよね。やっぱ悪材料系のね、そういう、まあ、その延期だったとするとですね。 というところで、まあ、なんかあ、やっぱ精査が完了する見通しとなったことから毎度しで発表するってことで、まあ結構会社はビビったんでしょうね。っていうのは、あまあ、このチャートですね、えー、見ていきますと、えー、っと。 えーまあ、真上からですね、大体37.18%ということで、まあ、かなりですね、下落をしているというところなので、まあ、30%ラインというのがよく言われますけれども、まあ、30%を下回った場合というのは、ですね、えー、ほとんどの,おその個人の投資家です、ねえー、信用買いの人たちというのは、お一生がかかりやすい水準ということになりますので、まあ、それを、ねえー、この数日間で、えーまあ、落としているということを考えると、だいぶですね、上の方の。 で持ってた人たたっってていいいううののははとと可能性高こですねただ、まあ、だからいいということではなくて、今度はですね下で、えー、持った人たちっていうところですね、まあ、僕みたいに難病している人たちっていうのが、やっぱり下にいるので、しこりっていう意味から言うと、まあ、上にあったものっていうのが、まあ、下に今度またですね移動してきてしまったっていうところがあるので、まあ、これを解消するためにはです、ね、出来高が必要ということになりますので、まあ明日の出来高、それから、えー、今朝発表後のですね月曜日の出来高っていうところで、それをですねどれだけクリアして上に行けるか。 というところ、まあ、もちろん下もあるとは思うんでね、ね、まあ、あまりポジションはですね、えー、増やさないような感じで、えー、一応ですね明日もちょっと相場張り付いて見ていきたいなというふうには思っております。ということですね、前バランス、まああそうですね、月曜日になるよりは、ですね昨日になあの明日にしてもらった方が、ですね明日一日だけで済みますので。 えー、ちょっとね、月曜日だと、明日と月曜日ね、2日間まだ場中があるんで、これどこまで下げるんだろうっていう風に思ってたんですけれども、まあこれですね、一旦下げ止まりっていうところは効いてくるのかなと思いますので、まああとは決算内容を見てっていうことにはなるのかなとは思っております。はい、ということで,ですね、えー、ちょっと今回短い動画ですが、アイバランス、ちょっとね、まだ、えー、明日あまあどうなるかわかんないですけども、また動画を撮っていきたいと思っております。ホルダーの方はですね、えー、ちょっと一緒に頑張っていきましょう。 それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。